新栄町駅は福岡県大牟田市新栄町にある西日本鉄道天神大牟田線の駅である。駅番号は T49。すべての列車が停車する。もともと大牟田の中心街に栄町駅として存在していたが特急停車駅であるにもかかわらず、プラットフォームが3両分の60メートルしかなかった。大牟田市の再開発計画とこうして、 260メートル、福岡よりに7両が停車できる、有効長160メートルの島式ホーム1面、名店街やバスターミナルを備えた3階建て総合ターミナルを有する駅を建設、新境町駅として移転開業した、島式ホーム1面2線を持つ地上駅である。駅舎は2階建てで、改札口及び駅長室は2階にあり、形状としては、 京城駅に近いが、線路を挟んで、反対側にある、夢タウン、大牟田屋国道208号方面へ向かう場合は、一旦駅舎から出て、駅北側もしくは駅南側の踏切を渡る、必要がある。開業当時は、駅ビルとして、西鉄名店街を併設していたが、2004年に、閉店し、跡地は駐車場となっている。なお、西鉄境町駅時代は、 校内踏切を有する相対式2面2線の配線であった。2019年度の1日平均乗降人員は4262人である。西鉄特急の停車駅としては大前寺駅に次いで利用客が少ない。駅は大牟田市街地の北部に立地しており、駅から東側約100メートルを国道208号が並行する。また、すぐ東側を 並行して JR 鹿児島本線の線路が通るものの駅は設置されていない。現在新栄町駅がある周辺一帯には1960年代まで三井化学工業の工場が立地していた。商店街の再開発の一環として栄町駅を現在地に移転開業すると同時に周辺では大規模な土地区画整理事業が実施され、 新栄町商店街が形成された。しかし、三井三池炭鉱の規模縮小、閉山による地域経済の地盤沈下、大牟田市の人口減少、郊外型大型店舗の開業などの影響を受けて、大英大牟田店、久留米井津屋大牟田店、三栄、三里部大牟田店など、商店街の核となっていた大型店舗が1990年代以降に相次いで閉店し、 商店街の空洞化が進んだ。2001年、駅東側約400メートルに、夢タウン大牟田が開業した。また、2000年以降、当駅周辺で、マンションの建設が相次いでいる。駅構内に、新栄町バス停留所があるほか、旭町バス停留所も徒歩健内にある。いずれも、西鉄バス大牟田のバス路線が乗り入れている。駅の南西側、 コンス南側の階段を下ったところにある。駅より東方へ約200メートル、国道208号上にある。国道西側乗り場国道東側乗り場。ありがとうございます。